スタッフの八王子おばちゃんママがスタッフです。今日は八王子球場です。今日は日体三高の応援に行っております。日体三高は聖徳学園と対戦をしておりまして、今9回の表の攻撃、聖徳学園の9回の最後の攻撃になっています。日体三高現在までに5対1の点差となっておりまして、2アウトで今最後のバッターを迎えております。日大三高、この圧倒的な形ではありませんが、今9回の表の攻撃を受けて守備に今展開をしているところで、すでに2アウトになっています。2ボール2ストライクです。2アウトになってます。日大三高です。今今日の点差は1対5、日大三高後詰めの日大三高が5点を入れています。4点のリードをつけているところです。吉田総務です。あ、じゃあ取りました。さ、最後のターンアウトになりました。5対1で日大三高勝利を収めたところです。両軍の選手がホームベースのところに集まります。そして場内から大きな拍手が来ました。5対1ということで、日大三高はこの試合の勝ちを収めたところです。選手が次に戻ってきます。選手から大きな拍手を送られています。